大阪市平野区介護老人保健施設オアシス。78歳から98歳までの高齢者96人が入所しています。3人のうち2人が認知症で、マスクをつけづらい人も多いといいます。先月26日、ようやく待望のワクチンが届きました。嬉しさとね、ワクチンを潰してはいけない、取り扱い方も非常に大切に取り扱えないといけないんで、緊張感もありました。96人の入所者を3日に分けてワクチンを打つ予定です。この日は30人分を用意します。1バイアルずつをですね、これを生殖に溶かしていい状態まで持っていきます。で、そのためにはこのワクチンをまずはきれいに沈殿しているものを溶解していくことで10回振ります。1、2、3。届いたワクチンに生理食塩水を混ぜて、1つの瓶から5人の接種ができるよう準備します。接種は昼食後の1時半から始まりました。こんにちは。こんにちは。こんなところで。今日は体調よろしいですか？はい、うん。熱もないですもんね。はい、ありません。うん、前もね、インフルエンザのワクチンもしてますもんね。はい、うん、じゃあ今日コロナのワクチンやりますね。はい。はい、注射を打つのは施設に常駐している木下医師。この取材の2日前にワクチンを打ったばかりです。ちょっとチクッとするけどね、はい、大丈夫ですよ、はい、いきますよ、はい、ちょっと頑張ってください。大丈夫です。はい、終わりました。終わりましたよ。ありがとうございました。2人目は新田敏夫さん、88歳です。お待たせ、はい、ありがとうございます。ワクチン出たもんね。はい、はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、はい、どうぞ、はい、肩の方まで上げてほしいんです。あ、いいですよ、はい、よっしゃ、こっちの手抜こう。ちょっと寒いけどごめんやで、ね、熱もないしね、はい、調子いいから注射させてもらいます。はい、はい、何の注射か知らんけどチクッとしますよ。はい、力抜いて楽にしてください。はい、痛みないですか？はい、ないです。はい、接種の後は30分経過を観察します。体温や血圧を5分後、15分後、30分後の3回測って体調に変わりがないかを確認します。症状が出にくいので、まあ、そういう意味では副作用も少ないのかもしれませんけども、訴えがなかなかできないので、こちら側がしっかり観察する必要があるかなと思います。そんなに痛くなかったです。コロナは怖くないですか？いや、やっぱ怖いから予防注射をね、待ってまして、今日の日を。こんにちは。毎度。あ、毎度。どうですか、ワクチンの打った後は？いや、ワクチンも打った、知らん。痛みはないですか？痛みないです。入所者の中には心不全や狭心症、高血圧など疾患がある人が少なくありません。また3人に2人が認知症だといいます。痛みないですか？健康を優先して、確実に理解していただけなくても、まあ、家族さんの同意は得てますので、やはり接種すべきかなと思いますね。接種前の人に記者が声をかけました。こんにちは。いよいよワクチンですね。注射ですね。注射するの？いやいや、いやあかん。ワクチン
せる。いやもういい、注射だね、娘に叱られる。接種の直前に記者が声をかけたことで接種を受ける気持ちをなくしてしまいました。はい、ちょっと戻りましょうね。結局この日は注射を見送り、最終日に接種を受けたといいます。あの声をかけたがためにあの接種ができないということになってしまいまして、誠に申し訳ない。いや、とんでもないんですよ。もうね、予定内で私たちも入れてたんです。だから一旦拒否したら、あの一旦、中止にして、今からまた下で気分が変わったら受けられるんで大丈夫です。一人一人のペースに合わせてワクチンを接種していきます。あ、注射するよ、あ、注射するよ、はい、質問あるからね、あいたい言うてもいいから大丈夫やから。ごめんなさい、ちょっとチクッとします。終わりました。接種後もスタッフが寄り添って体調に変化がないかを確認します。この日副反応が出た人は一人もいませんでした。はい、大丈夫やったね、はい、力抜いといてね、うん、大丈夫よ。あのご家族さんがね、ワクチン望んでおられる方が非常に多かったんですね。もう最後の人生ね、こういうコロナにかかってっていうことにね、もうそういう思いを絶対させたくないというのが私たちの思いなので。待ちに待ったワクチンの接種。しかし大阪府内で接種が始まっている高齢者施設はごく一部です。この施設を運営しているオアシスというグループは、他にもデイサービスやグループホームなどを運営していて、利用者は1700人に上り、460人の職員が働いています。一日も早く利用者と職員の接種を望んでいます。走って見えるかな。ワクチンがまだ届いていない特別養護老人ホーム。毎朝職員全員で感染防止対策を確認します。はい、勤務中及び自宅での注意点です。1、出勤前に体温を測る。体温37度以上の場合は出勤前に上席者へ報告。手洗い、うがい、消毒、歯磨きを行い、常時加湿、2時間ごとの換気、消毒を徹底する。行動指針の遵守よろしくお願いいたします。お願いします。この特養では職員だけではなく、職員の家族にも感染防止対策をお願いしています。家族 の、 あの同居者の中に体調不良の方とか熱の方いらっしゃいましたら、ちょっとそこはあのそこも管理させておりますチェックしてます。早く接種が終わって普段通りの日常生活に戻れるように。大阪市からワクチンが11日以降に届くと連絡がありましたが、確実な日にちはまだ分かりません。大阪府内でワクチンを打った高齢者は7500人に届かず、府内の高齢者のわずか 0.3% 程度です。